料理と器物。北大路魯山人中国料理の食器を使っている日本料理日本料理に使っている上手者の陶器の食器は多く中国でできたものであることに我が懐石料理に尊重する器具の例を挙げるならば染め付けの各種政治満体、五酢赤ス金蘭出類などは 残らず中国の食器として生まれたものであるそれを3400年以来日本料理に適当として調和させている手腕は確かに一見識と言うべきであるもって当時の人々の鑑賞力のほども分かってくるというものでいわゆる小当たり物は今日なお食器の最高権威として取り扱われている次第であるところが本場の中国では 古い有料な牡蠣はほとんど地を払って皆無というありさまである。このように本場の空虚になった原因は日本人に上手者を選抜されたこととその後は欧米人にも襟取られた結果である。しかし外国には原価所有者の図録などに調して日本人の良しとする素晴らしいものはあまり輸出されていないらしい。大体において日本人が掘り出した後の エリクズといい。った形であるらしいかように本場の中国では良いものは出尽くしているのに反し日本では中国の優れた品を今も使っていてしかもその使が動きの取れぬところまで発達しているのは我ながら感服の至りである良い料理には良い食器が入りようで良い食器には良い料理が要求されるこのようにして良い料理には 食器の剪定が大いに必要を生じてくるものである。例えば、ここに良い料理があるとしても、それを盛るべき器物が偽物や粗悪品では、料理の価値の引き立たぬことおびただしい。ここにまた、名銃の鉢があるとする。これに、無様な不調味な細胞を入れれば、銘器の価値はなかねばならぬ。要するに、料理の美と容器の美は両立して、 初めて最善の地層ということになる次第である。しかして味覚を十分に感じ得るものは、ぜひ器物の干渉岩が入りようであって、そこに初めて両立完成を称すべきであると思う。食器の鑑別が十分に行き届いていて、深い心入れになる真実の料理には真剣味がある。真剣の料理は一種の芸術的生命を有する。かようにして 芸術的作品の器物と、初めて調和の美を得るに至るものである。良い料理には、盛り方の美しさ、色彩の生鮮、包丁のさえ、優れた容器との調和、それらに対する神秘眼がなくてはならない。また、神を称している石、すなわち、建築物についての神秘眼がなくてはならない。さらに、臨戦の優秀、あるいは、 その今日の山水に対する審美眼もなくてはならない。その中の一つに通ずる素質があれば、必ずその他の干渉もできるようになるものである。この三つの審美眼を包含し、総合して立っているものは、茶道である。側色道楽の極致であり、食道楽の完成である。昭和5年。